100万の命の上に俺は立っている、星さん。くっそ激烈に面白い週末回避漫画。多分、ガンツリスペクトの漫画だと思われ、主人公は中学の陰キャの無敵の人の男子。この陰キャは、週末回避のためのデスゲームに巻き込まれてしまい、そこで RPG よろしくクエストをクリアすると現実世界に戻ることができるが、定期的に拉致されて、強制的にクエストに参加させられることになる。クエスト中は全員が一度に画面をベラしなければ30秒経てば何度でもリスポーンができるし、各自ランダムでジョブを手に入れ、そのジョブに合った戦い方や武器を使うことが可能。主人公の男以外は、陰キャで無能の女子だったりと戦闘力はほぼ皆無。主人公は合理的でいわゆる無敵の人なので、戦略的に敵の穴をついたり羽技を見つけることが得意。ここからややネタバレ。例えば新しい仲間を勧誘しなければ次のクエストの生存確率が下がるという現実世界で起きた突発的な緊急クエストで、新しい仲間が他の JK たちに薄い本を厚くするための写真を無理やり撮られている事案に遭遇した時に、その敵対勢力の携帯を問答無用でぶち壊すといった、情け容赦のない男、スパイダーマッという振る舞いがディーモルトベネ。出てくるクエストは、主に現実世界のブラック企業だったり黒人差別といったメジャーなネタを RPG 風に落とし込んだシナリオであり、これも非常に面白い。主人公が無敵の人というだけでも面白いのだが、この無敵の合理主義漫画、差別問題だったり人口問題にズバッと切り込む感じが読者のカタルシスを非常に解放する大変面白い漫画、ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル